燃やせ。ほらよかわいそう。車とかできてないのどっちなんだよお前は。どっちなの。あ、すげえ。もうお母さん大好きだわ。何すっげえ美少女がいいんだけどえ、すっげえ美少女いいんだけど、何これやば。え、なんかさ、え、俺イケメンにしたいんだけど、なんか俺ドラクエもそうだけどさ、自分を美化したくなってんだよね自分を美化したくなっちゃう人だから、ちょっと俺これにしてみるわ。てかもう挨拶するか。はい、ってことでどうもいかです。今回からね、なんかポケットモンスタースカーレットっていうのがね、今日発売されたみたいなので、発売日に並んで買いましたポケモンはね、 DS 時代のダイヤモンドパールが最初で最後でした。俺男だよな。え、ちょ待って、今俺男。いいえ、あれ俺男になってる。え、待って、男だよな。俺男にしたよね、あれあ、男でもこう、なんかすっげえな。多分ね、うざがられるやつ、こういうの俺は好きなんだけどね。ストレートカットもう女の子で、もうなんか女の子だな。いや、ポニー、やっぱこういうポニーテールってやっぱ可愛いよな。こう前髪ちょろんってなってこうやって全部こう後ろに束ねてる感じ、これ可愛いよね。うん、おでこ見せちゃってるね。うん、俺ポニーテール好きなんでねおバカそうだよな。ショートドレッド、あードレッドね。うん、なんかパッツンもいいな。スパイラルパーマ。なんで目がここで変わんだよお前。ここまで目パッチリしてたの。あれ、あ、違うな。あ、普通に表情変わっただけね。びっくりした。なんかこの髪型になった途端になんかこいつキャラ作り出したと思って。びっくりした。いや、逆に男でって、あーもうポニーテール可愛いんだよな。もうどうしよう。やべえ。俺もキャラメイクで1時間かける人だからさ、大概。もうやばいって、ここらへんこんないっぱいつくんじゃねえよ。やばい、迷う。なんやかんやこれだな。なんかね、味がある。普通のレッドか、スカーレットか、スカーレットとレッドだと多分レッドの方が濃いんだろうな。うん、ワインレッドの、じゃあこの髪型でいくわ。うん、この変更でいってみようか。他なんかできるかな。見た目。見た目の設定終わんねえぞ。俺のこのキャラメイク絶対終わんないかんね。美人さんになっちゃうな、次め。どうしよう。あ、ちょっとパッチリした。うわ、お前男か、本当に。ポテンシャル高えな。え、どうしよう。え、ヘーゼルって何、これどこ。あ、目の色ね。目の色もさ、せっかくだから赤にしよう。ちょっとオレンジにしよう。もう、下まで行くと絶対、だってほら、見て、この、そもそもこの横のバー見てみ。こんだけいっぱいありますよって。レインボーってなんだ、気になる。あーレインボーやべえって、これ。うわ、え、な、どこから色が違うんだ、これ。あー、またほら。アイラッシュ、あー、まつげちゃんが増えてくね。やばいね。ちょっと待って、これ考え、ちょっと待って、ちょ、待て。目の色やっぱ変えよう。こっちは、オレンジだな。やっぱオレンジにしとこう。オレンジにしといて、どんどん可愛くなってっちゃうんだけど、俺のキャラクター。かっこよさ、どこ行った。やばいぞ。おめえ、パッチリなんだ。こいつ女子人気高いんだろうな。いや、これちょっと迷うな。え、これってさ、横から見ると変わったりするの。あ、意外と変わるな。あ、なるほどね。あー、そういうことか。下の方が、下唇がへこむんだ。上の方が、下唇が尖ってんだ。なんだこれ。細けえな、ほんと。これやったらいよいよお前違う性別になるかんな。キャビンアテンダントさんみたいになってる。これもうキャビンアテンダントさんだよ、もう。違うって。ああ、もう。ちゃう。お前、職種が違う。ポケモンマスターじゃなくて、お前はキャビンアテンダントになりそうだもん、もう。もはや。はい、こちらが、俺のキャラです。ね。俺、男作ってたんじゃなかったっけ。いや、いっか。始めよう。さあ、冒険始めようぜ。ちゃんと男だからね、俺。うん、あ、なんかうっすら見えんな。何オレンジアカデミー。あ、俺さ、ごめん、本当に何の事前情報何も入れてないからさ、俺。オレンジアカデミーのヒューガです。登録を完了しました。このゲームはお任せレポートといって、レポート中と、オートセーブね。オートセーブ対応なんだ。録画ミスしたら終わりだな。これがマークか。私立オレンジアカデミー。伝統から学び、強く大きく育つ。これ、ボイスねえよな。大丈夫だよな。これでいけるかな。行ってみよう。これ俺が進めないとか。さあ、君もポケットモンスターの世界へ。おっと、砲丸投げのポーズ。おっと。めっちゃ反射してたな。これってさ、ポケモンの学校なの？オレンジアカデミー校長クラベルさん。たくさんの自然、豊かな土地が広がるパルデア地方。今までの地方なあんま知らんからな。覚えてないがね、大体。ここにはポケットモンスター、縮めてポケモンと呼ばれる不思議な生き物が数多く暮らしています。校長がこれ言ってんのかな。なるほどね。おっと。ちっちゃいかわいい。この子は新しい。なんかすっげえかわいいな。いいな。めっちゃドヤ顔してきた。ポケモンたちは海や空、街の中、至るとこに住んでいて。そうなんだよね。生活の一部になってんだよね、ポケモンがね。知ってるよね、みんなね。ごめん、俺がね、あんま知らんだわ。大概モンスターって倒すもんだと思ってるからさ、レベル上げとか金稼ぎのためにさ、あとはドロップを落とさせたりとかさ、それぐらいにしか思ってないけど、違うんだよね、この世界はね。一緒に暮らすんだもんな。私たち人間は彼らと助け合い、生活しています。そうだね。オレンジアカデミーでは、そんなポケモンのことをもっと深く知るために、いろんな地方から人が集まり、みんなで学び合ったり、ポケモントレーナーとしてポケモンを戦わせ、共に成長したり。なるほどね。これ校内のトラブルありそうだけどな。そういうのもあんだろうな、ストーリーの中でね。派閥みたいのがあってね。やだね。さまざまな授業内容で生徒の可能性を引き出します。ちょっと一回飲み物飲もう。いろんなカリキュラムがあるのかな。ここは仲間とポケモンと、新しい自分に出会える場所。早い。オレンジアカデミーの入学を心よりよ。これプロモーション映像だったんだね。入学前に見せられるやつね。何こいつ。これオープニング？始まった。ポケットモンスタースカーレット。もう、すげえな。なんかオープンワールドなんだっけ、今回。普通にパソコンから音漏れてるね。こっちの音でいいや。いや、あっちの音でいきましょう。EV だな。今のは知ってるよ、EV。大概ね、16年ぐらい前だからね、俺最後に遊んだの。忘れるわ。だってもう俺、幼子だもん。だいぶ幼子ぞ。灯台だ。何？水中に行くの？なんか今回のポケモンでなんか特徴あんだよな、確かね。何？鳥？電書バト？なんだ？頭にカメラつけてない？盗撮してんの？なんだこの家はなんだ？俺の家か。俺の家っぽいよね。違うかな。これで違う人の家だったらどうしよう。いやでもなんかこの物語の始まる感じ、俺だと思う。多分俺の家だと思う。レポート中。オートセーブだね。こいつは多分今まですっごい苦労してきたんだろうね。大変だったろうな。アカデミー行く前も。立ち上がる。おいしょ。すげえ。どっちだお前。どっちなのお前は。どっちなの。もうずっとそれで苦労してきたんだろうな。俺のキャラ。これ、ポーズメニューとか、なんかできないかな。オプションとか。できない。メニュー画面はあった。ちょっと設定だけ変えちゃおうか。お助け機能ってなんだ。高いところから落下した。自分に厳しくいこう、ここは。ちょっと自分に厳しく、ここはね、うん、お助けされたくない。うん、自分の力でどうにかしよう。ここ俺の部屋なの？待って、もっと周り見えない。え、見えないか。あ、ダメ。あ、見えないな。多分このカメラの後ろ観客席あんだろうな。シットコムみたいな感じで。で、あ、これバッグと帽子だな。これかぶって背負っていくんだろうな。なんかポケモンの世界って文字違うんだね。ポスター完全に違うもんね。夢見てんだな、こいつも。てか、本当にこいつ、どっちよ。多分今まで大変だったろうよ、こいつ。だってさ、男なの女の子なのっつってさ、絶対修学旅行行った時とか、お前女なんだから入ってくんなよとか言われてさ、大変な思いしたと思うよ。もう大変だったな。辛かったろうな。でももう大丈夫。僕がいる。やばい。オールフォーワンが出てきた。あ、で、ここ、あ、ねえ、すごくね、こいつ自分の部屋にさ、こんな、ちょっと大きめ、まあ大きめでもないか、普通めサイズだけど、ちゃんとテレビがある。やば。PS5 とか置いとけよ、お前。ねえな。抽選当たんなかったんだろうな。俺たち当たったぜ、へへ。家族、もう、父ちゃんも含めてやったからね。母ちゃんはそういうの苦手だからやんなかったけど。あ、で、あ、むちゃって何それ。むちゃって鳴き声なのそれ。てかすげえ。え、あ、これ全部、あ、見渡せないんだな。なるほどね。こっちの180度のしか見れねえんだ。こっちっていけんの？これ何？あ、ママの部屋だ。勝手に。え、ママの部屋ぐらいいいじゃん。甘えに行こうぜ。ママ行きたい。ママ。こっちはリビングか。広いな。すげえな。ほら、こっちはむちゃりって何その鳴き方。なにああ、なでなでしちゃうよ。え、あ、なんもできなかった。かわいいな。なんかちょっとおじちゃんみたい。ちょっとおじさんみたいなリスだ。で、こっちもなんか部屋あるな。見てみよう。あ、で、すっげえな。なんでこんな。あ、なんかテレビやってる。ピクニックにはサンドイッチ。お店で手作り、プロの味。一度でも、二度でも、毎度三度。めっちゃうまいこと言ってるぜ。これ外見れないのかな。なんか外海っぽかったよね。あ、裏庭には花が咲いている。たくさん咲いてる。お母さんがちゃんとそういうのを手入れしてんだろうな。うん。で、ここはあ、物置部屋の扉だ。特に用事はない。特に用事はなくても行きなさい。なんかすっげえ価格。おー、暗くなる。一気に暗くなる。待って。よいしょ。あ、ね、ちょっとおしゃれじゃない？ここの家。必要最低限のものしか置いてないっていう、ちゃんとした家。あ、ねえ。すげえ。おしゃれじゃん。何この家。やば。うわぁ。え、おしゃれだな。しかも2階建てでしょ。あ、ママ？あなたがママなの？いや、ママ。おはよう、ヒューガ。どうした、ママ。俺なんか学校行きたいな。あ、ね、すげえ優しい目。何？はあ、もう制服着てるんだ。すげえ。ねえ、うちのママすっげえ美人。あれ、兄ちゃん。今いないけど、兄ちゃん。うちのママってこんな美人さんだっけ？あんま言わんとこ。すげえ。そらこうなっちゃうわ。ねえ、美少年になっちゃうわ、それは。今日から新しい学校だもんね。ママもとっても楽しみ。あ、これあれかな。最初に選んだキャラによってさ、このお母さんの感じ変わんのかね。髪の色とかね、肌の色ね。でも、行ってきますには、ちょっと気が早いみたい。学校から連絡があって、もう少し家で待っててください。だって、なんかあったのかな、学校側で。不手際が。入学に必要な大切なものがまだ届いていなかったらしいの。大切なものね。あ、それがポケポータルってやつなのか。いや、ここにさ、モンスターボール100個もらえるチケットがあんだよね。これ強えよな。モンスターボール100個。ピンポン、誰か来た。おっと、誰だ。あら、ちょうど来たんじゃない？ヒューガ、出してじゃねえや。出てちょうだい。何を出すんだ。金なら出さんぞ。あ、で、こっちはなんだ。裏？あ、家庭菜園、何それ、家庭菜園用の勝手口、外にあげ、なんかもうシャレオツじゃねえかよ、この家。あ、何ここ、え、これゴミ箱、ゴミ箱こんな、あ、違うな。あれ家庭菜園あれかな、こういう、あ、菜園系の仕事やってんのかな、家庭菜園って言ってるけど、これ完全にほら、収穫したものをさ、収納しとく用の箱じゃね、これ。何この家、なんか開けようぜ、ない。引っ越しの時に買いかけた新しい冷蔵庫。あー、ちゃんとピカチュウっぽい、ピチュウっぽいやつ貼ってんな。サンドイッチの食材が入ってる。あ、すげえ。電子レンジとか調べらんないもん、これ。あ、IH のクッキングヒーター。ママと一緒に使おう。ママと一緒に使おう。お前、そんな年齢が、あ、でもな、13子だな、この感じね。主人公ね。あ、広めのシンクはいつもピカピカ。もうこいつだって、あと3年ぐらい経ってみ。だいぶイケメンになるぞ、ママ。そっぽ向かないで、ママ。あ、こっち見て、そう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 。うん、あ、出てちょうだいしか言わないね。じゃあ行くわ。むちゃり、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 むちゃり。元気？あ、よかったよかった。元気そう。じゃあ行くか。あ、てか、俺の部屋の、あれ待って。ごめん、あ、こいつ、校長じゃない？校長じゃない？後ろ姿でなんとなくわかる。校長が自ら来ちゃった。お、自ら。あれ？あなたが、ヒューガさんですね。こんな感じかな。もうちょいなんかダンディーに行きたい。あなたがヒューガさんですね。こんな感じかな。入学案内が遅れてしまい、申し訳ありません。おっと、自己紹介がまだでしたね。あ、何このダンディーじいさん。オレンジアカデミーズ校長、今族長っていうとこだった。クラベルと申します。さっきのあれだな、入学案内のプロモーションに移ってた人だな。校長先生自らいらっしゃったんです。いや、なんでだろうね。何、俺にそんな、この家ってなんかそういう特殊な家なのかな。校長自ら来るような。でも違うよな。でも一般家庭っていう感じの家ではねえよな。だいぶすげえ家だけども。アカデミーの二部屋は全て私の責任ですので。うわ、いない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 。こんな校長いない。やばい、俺の。やばい、俺の完全な、なんだろうな、ちょっと偏見みたいなのあるけど、校長ってだってさ、だって自分の保身ばかり考えてる人たちなんじゃねえのか。あれ？俺の認識が間違ってたのか。嘘だ。いや、私の部下がすいませんねとか言わないんだね、こいつ。こちら入学案内と校内施設の資料です。おー、すげえ。うわ、すげえ。ちゃんと部下からあげない。渡さない。自分の手をしっかり使って渡す。いい校長だわ。あ、この学校いい、多分いいとこだな。わざわざすみません。せっかくなので、ぜひお茶でも飲んでいってください。それを拒んだら、嫌なやつかな。あ、いえいえ、本当にお構いなく。あ、行くのかな。あ、普通に、ちゃんと飲む。あ、いいじゃん、いいじゃん。この人ちゃんとしてんな。すげえな。ヒューガ、ママ、校長先生とお話があるから、自分の部屋に戻って、学校の準備してらっしゃい。わかった。バッグとどうしてなんだ。帽子は必要よね。帽子もかぶんだ。わかったよ、ママ。さあさあ、どうぞこちらへ。それでは、お言葉に甘えて。校長先生、またね。すげえ。いい人だね。一回話聞いちゃおう。よいしょ。お部屋は2階ですか？私に構わずどうぞ。オッケー。ママはヒューガ、自分の、あ、もうそれ言うは言わないのね。わかった。むちゃりー。むちゃりー。なんか威嚇されてない俺。最近のポケモンさ、アニメも見てないし、ゲームもやってないから、本当に、もう、ノー情報。ほぼない情報。マジでない。で、ここを、ちょっと一回調べてみようっと。あ、ついてる。今回のあの街どの道特集は、学園都市テーブルシティだ。ここかな。そろそろ行かなくちゃ。やべ、これさっき見ればよかったな。もうちょい見れただろうな。あ、新しいニンテンドースイッチ。画面が大きく。あ、あれ？あ、ちゃんと置いてた。ちゃんと置いてた、ニンテンドースイッチ。ちゃんとしてんな、ここらへん。こっちはポケモンのシールを貼った自分だけのクローゼット。ああ、いいね、いいね。俺も昔はめちゃくちゃシール貼ったよ。戸棚とかさ、もう今ね、今となってはすっごい邪魔になってるね。ママが DIY で作った棚。あ、結構これ見れるんだな。小物が綺麗に並んでる。うっ、すげえな。え、これ DIY で作ったの？ママすごくない？ママすごいな。だって、あの上のやつもでしょ。うわ。パパは？パパはいないの？そっか。いないんだ。ふかふかのベッドだ。お日様の匂いがする。うわー、ママすげえ。ママなんでも頑張ってんだな。まあいっか、とりあえず調べてみようか。うん、バッグと帽子を身につけようか。うん、はーい。身につけちゃうともう物語進んじゃうんだろうな。おっと、ちゃんとしょった。小学1年生じゃねえか、これ。ああ、いいね、いいね。でも似合ってる、似合ってる。ただなぁ、もうほんとどっち？ワック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 。さ、これから新しい。さ、恋愛もあるだろうし、友情も育む。なんで？あら、準備ばっちり決まってるわね。あ、もうね、すげえ。もうこのお母さんもう好きになっちゃった、俺。ママ大好き。ママの名前決めようぜ。ヒューコでいっか。もうなんで俺ヒューコにしたがんだろうね。ドラクエの妹もこっちのママも。もういいよ、ヒューコママでいいや。ヒューコママありがとう。誰がどう見ても、立派な我が子の生徒です。なんか、この校長もなんか、いいな。なんか、後ろ暗くない。顔を見て。さっきちょっと思ったけど。おっと、私としたことが、なんだなんだなんだ。ん？一番大切なものをヒューガさんに渡すのをうっかりしていました。何？あ、てか、すげえ、何？ちょっと待って、あれ？ん？なんか、顔が歪んでない？ん？え？ちょっと待って、ん？待って。あれ？ねえ、なんかさ、顔がさ、なんかピクピクやってない？なんか、光が、なんかホログラムみたいな感じになってない？え？ねえ、待って。これさ、伏線か？伏線なのか、HDMI の、せいなのか、こっちちょっとバグなのかわかんないけど、顔が、ホログラムっぽくなってる。え、どうなんだ？この校長実は誰か違う人が演じてるとかなのか？やばい、そっちを疑ってしまう。ここでは何ですので、お外へ参りましょうか。うん、わかった、行こう。うん。ママ行こう。大切なものって何かしら。外へ出てみましょう。わかった。むちゃりー。あ、今度はなんかちゃんと、あれだな、懐いてくれてるかなってな。なんかさっき俺めっちゃ嫌われてたもんね。なんでかわかんないけど。すげえなー。なんか可愛い子出てきたら多分、とりあえず俺好きになっちゃうと思う。学校生活。あ、で、あれ？校長先生、車とかできてないの？どっちなんだよ、お前は。どっちなの？ポケモンたちよ、出てきてください。え、ちょっと待って、襲撃か？やばい、ママ絶対殺されないでね。何？あ、違った。え？あら、可愛らしい。あ、選びなさいって感じ？入学する生徒にはポケモンを渡す決まりでして。あ、そうなんだね。まあ、そっか。博士的な立ち位置なんだね、このクラベル校長は。3匹の中からパートナーとなるポケモンを1匹選んでもらいます。草猫ポケモンのニャオハさん。あ、かわいい。あ、猫かわいいな、猫かわいい。はにゃーだって。はにゃーだって。かわいい。ちょっとバカそうなんだよ。炎ワニポケモンのホゲータさん。ホゲは、俺この子にしよう。もう、てかもう赤だし。かわいいわ。あ、なんかおしゃれでなんかかわいいな。コガモポケモンのクワッスさん。クワモラ？ちょっと迷うな。皆さんとても人懐っこくて、私のそばを離れないんですよ。あー、でも俺んとこ来てくれた。3匹とも俺のものにしちゃおう。おや？校長よりもヒューガさんが気になるようです。洗濯を見守りたいですが、そろそろ次のお宅に向かわないと。え、でもそしたら他の2人は2人っていうか2匹っていうかどうすればいいの？ん？え？あちらのお家にいますので、じっくり考えて。ああ、なんかすげえ。ここら辺高級住宅街なのか。いい家ばっかじゃない。じっくり考えて、決まったらお伝えにください。来てくださいだった。それではまた後ほど、失礼いたします。どうしよう。兄ちゃんね、絶対ね、こっちの猫ちゃんにすると思うんだよな。とっても礼儀正しい校長先生だったわね。おー、そうだね。なかなかいないよ、あんな人。みんな素敵だけど、一匹選ばないといけないんだ。そうだね、どうしよう。せっかくだし、この子たちと一緒に歩いて、様子を見てみるのはどう？あー、なんかね、なんかさ、偉いね、このお母ちゃん。だって、なんか、自分の子供にちゃんと自主性を持たせてる。すげえな。早くちゃんと決めなさいよとか言わないもんね。よかった、俺そんな育てられ方しなくて。どれにする？じっくり考えなっていうね。甘やかしてもらったからね、俺はね。うん。いや、すげえな。やっぱいいよね、うん。自由度の高いのがいいと思う。何言ってんだろう。まあいいや。ポケモンのこといっぱいわかるかも。そうだね。それと、ママから入学祝い。何？お出かけするなら持っていきなさい。何が？何が？何もらえるの？あ、すげえ。もう、お母さん大好きだわ。何もう、優しい。優しい。ねえ、お母さん絶対死なないでね。そういうストーリーじゃないと思うけど、ポケモンは。うわー、こういう優しいお母さんって途中で絶対死んじゃうんだよ。で、死んじゃってさ、主人公のこう成長につながるとかあるからさ、絶対そういう展開やめてね。ヒューがスマホロトムを大切なものポケットにしまった。これで、あれかな、シリアルコードをできるのかな。スマホロトム。ロトムというポケモンが入っている最新型。ポケモンが入ってる。なんかさらっとすごいこと言ってない？ポケモンが入ってるの。便利なアプリを起動できる。そのポケモンは大丈夫なの？新しいスマホ。説明書を読むわね。道に迷ったら Y ボタン。マップが見れて便利みたいよ。なるほどな。あ、そっかそっかそっか。マップも見れんだな。大事に使ってね。いってらっしゃい。うわぁ、行ってきます。もう一日一回絶対帰ってくる。門限守るからね。何時？ 17 時。いいよ。全然帰ってくる。